どうもコニタンです。知らんパトランがありましたけども、あ、これちゃんと種まであります。テイカカズラの綿毛ですね、うん、おっと、はい、テイカカズラです。というのがテイカカズラです。で、屋久島にはですねすごくそっくりなもので、沖縄テイカカズラという別の種類もあります。で、どこで見分けるかっていうと、この茎の部分にですね毛がないのが沖縄になります。これは毛があるのでテイカカズラになります。テイカカズラ以外の沖縄のテイカカズラも屋久島には生えてるんですか？生えてます。これはじゃあ毛がある方なんで普通のザ・テイカカズラ、カズラですね、ですね。キクラゲですね。アラゲキクラゲ、キクラゲの一種、アラゲキクラゲがありますね。まあ、あの、サブガのキクラゲと一緒です。ちょっと、その毛のようになっている、表面が毛のようにですねなっているので、アラゲというですね名前がついています。島、なんだっけ、あ、どうせでした、島伊豆千両、島伊豆千両ですね。あ、千両ですね。はい。島伊豆千両。島伊豆千両ですね。伊豆千両のまあちょっと、島にあるものという名前がついてます。で、千両の仲間ではなくって、桜草科という別のグループに入りますね。はい。ちょっと待ってください。全然関係ないものを 見始めちゃったんですけども、花わらびだな。屋久島、ちょっと花わらび初めて見たかもしれない。おお。シダの仲間はですね、ちょっと普通に記録させてください。屋久島のなんというか大自然がまさにここで繰り広げられてますね。